もうこれはどういうふうに？あ、もうこれでいけると揃いました。あ、どうもよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あ、お願いします、はい、ありがとうございます。お願いします。花ひなチャンネルです。花ひなさん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ちょっと自己紹介の方をさせてもらっても大丈夫ですかね。あ、花ひなチャンネルの花ちゃんこと花田茜と申します。ピンクのクマの方です。よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。花ちゃん、マジック花ひなチャンネルのひなちゃんこと酒井ひなです。青い鳥がひなです。よろしくお願いします。お願いします。やっぱり声がなんかもう可愛らしい声してはりますね。ありがとうございます。本当ですか？はい、なんかもう売れる予感しかしない感じがします。いや、ちょっと待ってくださいよ。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 なんで、まあ今からちょっと、もうちょっとだけ何回か何千か。はい、いいですかね。ちょっとお付き合いいただいていいですか？はい、あの声優さんのお話もちょっとお伺いしたいなっていうことで、はい、今からの分をちょっとあの僕の方の、YouTube に上げさせてもらう動画を撮らせていただきたいなということで、もう普通にここからは中川パラダイスと、新人の声優さんにいろいろお話を聞いてみたという感じの。かしこまりました。いいですか？かしこまりました。はい、じゃあすいません。じゃあちなみにお二人は、声優になられて、どれぐらい経つんですか？事務所に入ってから 3,4 年くらいですかね。あれなんですよね、僕あの実は僕も、ね、声優の学校1年間通ってたんですよ。そうなんですか？はい、ステイラックってわかります？わかります。ゴエモンの声してる人誰でやつ、誰でしたっけ？まあちょっとね、ここは、まあステイラックに1年間あの通わせてもらってて。はい、あのそうなんですね。そうなんですよ、あの声優というよりもエロアニメの声優をやりたくて。あー、はい、それで通わせてもらってたんですけど、そのステイラックっていう事務所がクリーンすぎてエロアニメの仕事がないっていうので結局そうなんですね。はい、仕事はできてないんですけど、そう1年間本当に通ってて、先生みたいなのに、ちふゆさんとか先生の方に、講師の方にいろいろ教えてもらったりとかして、はい、学校行ってたんですよ、1年。そうなんだ。それは、芸人さんを目指す前ってこと？いや、違います。4年前ぐらいですよね。あ、結構最近。そうなんです、そうなんです。で、まあ、それで、まあ、ネットフリックスでなんかあのそういう外画のアニメみたいなのも吹き替えはちょいちょいやらせていただいてるんですよ。へえ。はい、どういった作品に多く出られたりしてるんですか？今はまだその広告、漫画の広告とかですかね。はいはい、漫画の広告ってよくあの YouTube とかで、今日こんな俺になったのはまずかったぜみたいな、そういう私がなんとかなのみたいな、だから YouTube でよく流れるアニメのやつの吹き替えみたいなことですか？おそらくそういう感じだと思います。そういうやつなんですね。いや、ちょっと待ってください。いや、あのリアルちょっと待ってくださいよ出たわ。ちょっとあの、緊張してます、もしかして。ここに来て。ちょっと、はい、ラリーが全然できへんくなった気がするんですけど。そんなことないです。遠慮なくおしゃべりしてくださいね、本当に。ありがとうございます。はい、さっきまでの痛いやつは忘れてください。思いやりのある人間なんで、ただしちょっと下ネタが多いかもわかんないですけど、その時はあの無視してもらって結構なんで。あ、かしこまりました。分かってない顔しといてください。はい。お二人ともじゃあ歴は同じぐらいなんですね。ひなちゃんはどうですか？私はちょうどなんかこう YouTube で配信をし始めたぐらいからこの事務所でお世話になって。あ、じゃあちょうど2年ぐらいなんですね。そうですね。で、同じようにあの
2年生なんですよね、学校って、声優学校。あ、ここは…そうですね、学校か、またその養成所かとかでまた変わってくる。学校と養成所の違いって何なの？なんか専門学校だと短大的な扱いになるので、はいはいはい、まあ、2年とか、養成所は特にそういうのは、まあ、なんかレッスンに通っているっていう感じです。はなちゃんは、養成学校、養成所、それとも、専門学校か。専門学校に行っていて養成所にも入っていたみたいな感じ。じゃあ、普通に高校行きながらそこから卒業して。そうですね、2年っすよね、養成所は、はい、ひなちゃんはどうなんですか？私は、はい、普通になんか全然関係ない専門学校を卒業して。いや、どういうこと？全然関係ない。何そんなさ、美容系とかってそういうことですか？おー、あ、そうだ、正解、正解です。すごい。すごい。で、行きながら、なぜまた声優さんを目指したいなって思ったんですか？あの、なんか本当にこの業界に入るの親にすごく反対されてて。あ、じゃあもともとなりたいっていう気持ちはあったけれども。そうなんです、あったんですけど、はい、反対されてて。で、なんかこう学生だったのでお金もなくて、うん、絵をこう納得させるために、うん、なんかこう、まあ、あの美容の関係も、あの、なんていうんですかね、興味がすごくあったので、はいはい、一度その就職する気はあるんですよっていう心意気を学校っていう形で見せたんですです。です、一応資格とかあっててもなんかこう、うん、悪いことにはならないので。確かに、ね、周りですけど、うん、資格取って、はい、でそれで取りながら学校通ってました。それはもう自分のお金で学費貯めながらってことですか？あ、そうです、そうです。結構な養成所とかってお金かかるんですよね。かかりますね。で、なんかその2年通って事務所が取ってくれへんかったらまた学校行きなか直すみたいな話聞いたんですけど、実際にそれって本当なんですか？本当です。どういった一番最初に受けるオーディションとかっていうのはどういうオーディションなんですか？その アニメのオーディションみたいな。所属のオーディションがまず先ですか？所属のオーディション、この事務所に所属するためのオーディションみたいな。あ、そうです、そうです。それはどういったなんかオーディション形式、どんな内容のオーディションですか？でも自己 PR みたいな感じです。あの、なんかその台本みたいなのがあってそれを読んでみてくださいっていうよりも、いや私はこうこうこういう学校生活を送ってきて特技は何々ですみたいな、そっちに特化してる感じ。両方ですかね。両方台本読まされる感じ。はい、台本も読まされて、はい、私自己 PR もしてっていう感じでした。へー。花ひなはもう筆名から来てるんですか、それとも、なんていうのかな、そういう声優ネームみたいなのがあってそこから来てるんですか？でも私とひなちゃんの名前もじってる感じですね。あ、その声優ネームって、はい、お名前、はい、芸名なんですか？私は芸名です。あ、じゃあリアルの名前の声優さんも世の中にはいらっしゃるってことですか？そうですね、いらっしゃると思う。私はあの芸名じゃないので。実名でやってるとか。はい、実名で。その芸名は何なんですか？なんで芸名をつけるんですか？何なんですかね。あ、なんかでもあの他にいる方と被ってたりとかすると、うん、あ、本名、変えたりとか。本名が、はい、はい、実際に同じられる方と。あ、なるほど。はい、てっきりその病院で名前呼ばれた時に、もし触れた時になんかみんなから振り向かれたりとかして恥ずかしいから。そういうわけじゃない。そういうわけではない。キラキラゴテゴテの名前だったらいるかもしれないですね。ねえ、恥ずかしい。だって病院行って松本ひとしさんって言われたら全員が振り向かえるでしょ。確かに見ますね。だからなんかなと思ったら、そういうわけでもなさそうです、ね、なんか展望みたいなのあるんですか？こういう仕事をやっていきたいみたいな。そうですね、はい、でもなんかそのいただけるのであれば、はい、何でもやりたいみたいな感じ
なんですけど、いやいやもちろんそれはそうですよ。ただでも、はい、売れ線みたいなのあるじゃないですか。なんていうんですかね、そういう大きな作品っていうか、その、ラブライブみたいな、そんなんに一発入ったらもう有名なれるっしょみたいな、そういうのもあるじゃないですか。売れ線路線に乗っかる。あ、それはあんま意識してない。チャンスあればめちゃめちゃいいんですけど、なんかその YouTube を始めて、なんか話すのが楽しくなったので、はい、なんかその MC とかもやってみたいなみたいな。なるほどね。声優一個にこだわらずに、いろんな仕事をできればいいなみたいなことですか。私はそうですね。それは花さんですよね。あ、そうです。ひなちゃんはどういうなんかお仕事やっていきたいとかってあるんですか。そうですね、私はなんかこうゲームをするのがすごい好きなので、はい、そのゲームの声が当てられたら。なるほどね。いいっすね。でもね、ゲームの声いいっすよね。はい、お金もいいって聞いてますよ。そうなんですか。はい、でもだからなんかそのアニメとかって1話いくらとかじゃないですか。はい、ゲームって分量でいくらとからしいんですよ。はい、だからなんかたくさんセリフいっぱいあったらその分お金もらえるからいいですよみたいな。詳しい。紹介しましょうか、誰か。やっぱでもゲーム自分たちがやって、その自分たちが実況するっていうのをちょっとやってみたいですね。自分たちがやって自分たちが実況する、自分たちがその出て、ああいいですね、そのゲームを実況するみたいな。はいはい、いいんじゃないですか。こういうこの時には実は喉枯れててちょっとカスカスに聞こえるかもわかんないですけど、前日テキーラ飲みすぎた結果これなんですみたいなことでしょ。副音声みたいな。そうそうそう、副音声しながら、まあみたいなね。だからその魅力を皆さんの知らへん見るところをお伝えするみたいな、実況しながらみたいな。はい、ね、うん、いやいいです、楽しみですね。ちょっと僕もしお二人がやった作品あったりとかしたら教えてくださいね。なんかでも声優の背の字も知らんやつが偉そうに語ってすいません。いやいやいや、でもだってやってらしたってさっき。まあでも夢が見るアニメの声優をやりたい。その夢って結局叶わなかったんですか。いやこれね、もともと叶ってないんですよね。なんか、あ、そうなんですね。あの制作会社に僕直接連絡したんですよ。はい、メールみたいにして、で最初は嘘やと思われて、はい、お笑い芸人さんも分かるんですやりたいんですよ。嘘やと思われたんですよね。はい、マネージャー経由にいや本気やってことみたいになったんですけど、やっぱりね、はい、エロアニメの、声優業界っていうのはちょっと世界が狭いらしくて、なんかね、あのおふざけみたいに見えるらしいです。その芸人さん本気じゃないでしょ、世界が。あ、制作会社が声優事務所に直接オファー出すんです、オーディションがない。あ、なるほど。もうそのキャスティングしてくれみたいな感じ。そうそうそう、あのこういう感じの作品やんだけど向いてる人いますかねみたいな。あ、じゃあうちの事務所でから何人か見繕ってきますねみたいな。まあだから言ってしまえば、なんていうの、まあ本気でもちろんエロアニメの声優っていうのに、目指して頑張ってる人ももちろんいるとは思うんですけど、なんていうんですかね、やりたくない、できるならアニメやりたいけど今そういう仕事がないからエロアニメの声優の仕事入ってくるから、まあ、バイト感覚でやってますよっていう認識の人も。あ、ごめんなさい。そうなんですね。経験人数何人ですか。もうこっちに、おいおい、もうこっちに舵切っていきましょうか。そんな喋らんねやったら2人がそんな喋らんねやったらそっちに舵切ろうか。フォートナイト一緒にやった人の数ってことで大丈夫ですか。違うよ。ぬくもりに包まれた数や、あなたたち。あなたたちが男性という人肌にぬくもりに包まれた数のことを聞いとんねん、こっちは。希少。希少。肌が濡れてんちゃう。汗はかいてますね、やっぱ暑いんで、夏なんで。下半身に多めに汗かいてんちゃう。
いやこれあかんわ、俺がただの嫌なやつになってる。、うん、だって俺の背中の方の壁一枚越しには嫁さんと子供が聞いてるから。まあお互い頑張りましょう。また一緒にそちらの配信にも一度お邪魔させてもらう感じのお話になってると思います。はい、ということで本日ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。お疲れ様です。頑張ってくださいね。ありがとうございます。一緒にお仕事しましょう。何かぜひやりたいですね。はい、お願いします。じゃあ出て行ってくれ。失礼します。ありがとうございました。出て行ってくれ。あとそれ終わってから、うん、あれまたあのサラス系のやつ、うん、まあでも、うん、ちょっとあの いつもやってるやつ、あのまあ、うん、その人の話聞いていくやつ、うん、もやりたいなと。声優さんでってこと、うん、どこまで聞いていいんやろうな。なんかいろいろまあルールがあって、うん、NG も若干あったからね。どこまで聞いていいかわからない、うん、まあだからあの NG を見た瞬間に分かったわ。あ、なんか大事に扱われてるなと。馬なし中川パラダイスとは大違いやった。